皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつもぐだらしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はこちらですね、なんとかお分かりになりますでしょうか。はい、おっしゃる通り、その通り、小松菜ですね。はい、小さい松の菜っぱと書いて小松菜と読ませます。そろそろね、だいぶ冬のお野菜としてお安くなってきたので、こちらを使ってね、一品作っていきたいと思います。あ、ちなみにあの小松菜のね、名前の由来なんですが、小さい松に似てるからというわけではないんですね。小松川というところで、美味しく作られたので、小松菜と命名されたそうです。豆知識でございました。はい、それではね、早速始めていきたいと思います。はい、まず小松菜ですね。小松菜、これをですね、小松菜は結構こういうね、根っこ近くのこの間にね、泥とか入っているんで、必ずね、水洗いね、丁寧にしてください。もうこれはね、洗ってございます。はい、それではね、早速やっていきますか。はい、小松菜ですね。はい、まずこれをね、よく水洗いして、適当な大きさにね、カットカッティングーですね、カッティングーしてください。はい、ガッツンガッツンね、これもビタミン C 繊維ですね、かなり豊富に入っておりますのでね、もう冬の食べ物をして、召し上がってみてはいかがでしょうか。はい、切った小松菜ですね。切った小松菜はザルの中でもね、ボウルの中でも好きなところにね、入れてくださいませ。はい、もうちょっといっちゃいますか。はい、なんかざっくんざっくんざっくりこ、コンコン、チキチキ、モシン、もうレースですね。はい、こんな、もうちょっといきますか。これね、今日炒めるんですが、炒めるとね、結構葉物っていうのはね、ちっちゃくなっちゃいますんでね。はい、これぐらいで、よろしいかと思います。はい、そしてもう一つね、今回ご用意していただきたいのはですね、明太子ですね。はい、明太子、あのね、別に高い高級明太子じゃなくてもね、結構ですよ。とりあえずうちはこれしかないので、福屋様のどっから明太子をですね、はい、これを、まあ、一房ぐらいいっちゃいますか。はい、こう明太子を出して、これもね、まあお好きなように切ってください。今日はあのこのね、筒ごといくんではなくて、この中のプチプチ感をね、出したいので、ね、こんな感じで元からほぐれてるやつとかね、売ってますよ、鮮魚売り場でね。もうああいうのでも全然 OKOK、グッドグッドでございます。はい、それではね、調理の方始めていきたいと思います。はい、まずですね、フライパンご用意ください。そしてね、少々油をね、敷いてください。火の方は、まあ、中火ぐらいでね、お願いいたします。はい、そうしましたらこちらにですね、おかきですね、おかきね、おかかを少々ね、ババババババンバババババンと入れてください。はい、そして今切った明太子ですね、これをスコルバキンコン缶ですね、入れてくださいませ。はい、そしてここでね、強火にしてください。はい、強火になりました。あとはね、まあこれ生で食べられるんでね、明太子もね、軽くね、うっすら白くなったくらいがな、よろしいかと思われます。はい、もういいでしょう。そうしましたら、ここにね、今日の主役ですね。はい、小松菜ということですね。はい、小松菜をガッツンガッツン、スリーンこと、はい、入れてくださいませ。あとはね、これも混ぜ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 っていうのですね。混ぜ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 っていうのでお願いいたします。はい、明太子ね、だいぶ白くなってまいりました。そして最後にね、ゴミ油が一回し、そして混ぜ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 っていうんですね。はい、もうね、小松菜もだいぶしなしなしてまいりました。もう半分ぐらいね、小松菜に火が通った状態でね、OKOK だとございます。はい、もうここで火を止めて完成でございます。それではね、器の方に盛り付けて食していきたいと思います。いい香りですね。テーブルの方にですね、明太小松菜運んでまいりました。それではね、食していきたいと思います。まあ、あのもし味が薄いようでしたらね、調味料使ってませんので、お醤油なりね、まあ、お塩パラパラでもよろしいかと思いますが、かけて召し上がってください。それではいただいてみたいと思います。いただきます。あ、熱い。うんうんうんうまい。この小松菜の熱い。うん、この小松菜のシャキシャキ感ですね。
そしてこの明太子のプチプチ感とうまみ、うん、最高最高最高ですね。いただきます。うん、うまいな。おいしい。はい、それでは本日も最後までブンラチまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はね、こちらですね、明太小松菜の作り方ね、これからね、お安くなってくるお野菜でございますので、ぜひ、お見かけになりましたら作ってみられてはいかがでしょうか。そして動画のモチベーションを保つために皆様の温かいグッドマーク一票をいただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。うまいです、明太小松菜最高、このプチプチ感だな。失礼します。